それではクラリネット同好会の新歓担当、東京大学文学部3年高田めみから、東京大学クラリネット同好会通称クラ同についてご説明させていただきます。よろしくお願いします。スライドでご説明するほか、チャットでもリンク類などをお送りいたしますので、そちらもご覧ください。東京大学クラリネット同好会通称クラ同は2011年に創設され、昨年10周年を迎えたところです。クラリネットだけで演奏会を作りたい、クラリネットアンサンブルの魅力を伝えたいという思いで活動しております。東大生のほか、多大生、社会人も参加しておりまして、年に1回の学園祭での演奏会に向けて、約2ヶ月前から練習しております。私たちの特色は大きく4つあるんですが、特に2つ目についてご説明します。駒場祭と五月祭の2ヶ月前からの練習ですので、他の活動との両立がしやすいです。またテスト期間が重ならないということもありまして、他の団体と、兼務している方も多くいらっしゃいます。参考として過去の演奏曲をご紹介します。こちらは YouTube にてご覧いただけるほか、チャットでお送りしたリンクからもご覧いただくことができます。次に入会についてご説明します。オンラインということで結構、バタバタしている方も多くいらっしゃるとは思うんですけれども、私たちの団体は通年入会が可能です。Twitter、Facebook、メールのいずれかでご連絡いただきまして、入会届を提出いただいた時点で入会完了というふうになります。各演奏会には2ヶ月前まで入会していれば、すいません。各、2ヶ月前まで入会していれば参加可能ですので、5月祭、あ、そうですね、次の駒場祭に参加するためには8月までに入会していれば大丈夫です。1年以上の経験者は誰でも入会可能で、楽器がない方は、一度ご相談ください。対応いたします。次に単独説明会についてご案内いたします。4月から5月にかけて3つの日程で単独でのオンライン説明会を開催します。希望者には連絡先の登録のほか、入会届の配布も行います。画面に表示されている QR コードとか、またチャットでお送りした Google フォームのリンクからお申し込みください。締め切りは各回の5分前まで、直前まで受け付けておりますので、お気軽にお申し込みください。単独説明会に参加いただいた方には、その場で LINE の交換と、あと入会届の配布なども行うんですが、もし日程が合わなくて、こちらの3つの日程、どれも行けないっていう場合には、Twitter の DM またはメールで、ご連絡いただければ、新歓担当を LINE 追加して、そこからいろいろな手続きを進めるということになります。で、対面入会、対、えっと、あ、始める前に一度会いたいっていう方には、それも可能なんですが、それもちょっと難しそうだっていう場合には、オンラインで完結することもできますので、ご相談ください。それでは最後にですね、5月祭演奏会のご案内です。5月15日日曜日の2時半から、本郷キャンパスの安田講堂の北にある第2食堂3階学生ホールというところで、サクソフォン同好会との合同演奏会を行います。入会を考えている方、または迷われている方もぜひお越しください。もちろん、入会する予定もないという方も、来ていただけると大変嬉しいです。入会を考えている方、ご不明な点がある方は、こちらの各種 SNS にお気軽にお問い合わせください。クラリネットでアンサンブルしていませんか？皆様のご入会を心からお待ちしております。もし質問などがありましたら、チャットにてお願いします。ご清聴ありがとうございました。